ポッポッポッポンポッ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 伝説の戦いオバやりましょうか。命を命をかけた戦いですね。やっていきましょう。今日も京都でツイートしましょうか。ツイートツイッターにツイート。まこつ、骨は拾ってやる。ありがとう。初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとう。書きます。カオルちゃんの絵を書きたい。これ俺、つまごろ大横ばいだと思ってたんだけど、つまぐろ大横ばいらしい。びっくりだよね。その、違い。驚きですね。ということでやっていきましょう。さて。それでは書いていくわけなんですけども、私は、色弱ということもあり、ありがとう。色弱ということもあり、色塗りがめちゃめちゃ苦手なんですけど、まあ、頑張っていければいいなと思います。まず肌から塗っていきましょう。色が変だったら言ってください。感覚、色弱感覚色塗りやっていきたいと思います。伝説の色弱感覚色塗りを見せていこうかなと。こんなもんか。色弱感覚色塗りはね、まずいんですよね。なぜかっていうと色が違っている可能性もあるから。そういう日もあるよね。ですが、もうちょい赤いかな。肌もうちょい赤寄りな気がしますね。とりあえず頑張え。頑張るお。頑張るお。ありがとうございます。こんな感じでいいかな。とりあえず。まあ、変だったらね、後々調整できるんでね。色なんてもんは。いくらでも。いくらって言ってもね、美味しいやつじゃないけど。プリン体たっぷりの美味しいやつ。カオルちゃんの髪色、見よ。ちゃんとオレンジ、どれぐらいのオレンジかだよね。龍崎薫。でもちょっと淡いよね。がっつりオレンジっていうよりは淡めのオレンジなのかな。ちょっとおじこんめちゃ進んでる。ういっす。これぐらい？うわ。あ、でもこれぐらいのイメージかもしれん。もうちょい鮮やかかな。あー、これぐらいな気がする。よしよし、これぐらいでやってみよう。今日はスポイト、普段はね絵描くときスポイト使うんですけど、今日は大好きな龍崎薫ちゃんの誕生日ということで、スポイト縛りでやっていこうかなと思います。色弱がスポイト縛った結果、わらわらっていうタイトルでやっていこうかなと思いますんで、よろしゅう頼みます。大丈夫なんかわからん。ダメかも。でもそうそう間違い、カラーサークル見ればそうそう間違いないとは思う。カラーサークルってこの右上の丸のことね。和風感めっちゃええな。これはなんだっけ、夏っ子温度っていう、カオルちゃん、この子が歌ってる曲の衣装ですね。大好きなんで、夏っ子温度。夏っ子温度大好きと言いながら、音源を持っていなかったので、今度買います。すいませんでした。そういや、今年の夏こそ夏っ子の頭来るのかね。いやー、マジで、来てほしいよね。めっちゃ鼻水出てきた。
そろそろさ、進撃の何期 ?3 期の曲か2期の曲かわかんないけど、そのスノーラブとかさ、欲しいよね、シンデレラガールズに。あ、スターライトステージにね。来てくれねえと困っちゃうだ。トゥ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 。うん、かわいいのでは。かわいいよな、めっちゃ。めっちゃかわいく描けてる気がするのだ。普段なかなか絵とか描かないんですけどね。やりたいことたくさんあって。かわいい、天才。ありがとう。そう言ってくれると俺もやっぱ絵描こうかなって思っちゃうよね。普段あんま描かないけど、そう言われちゃってやっぱさ、俺褒められ好きじゃん。 W 褒められ好きなんです、私。調子乗るんだよね、基本的に。褒められると描いちゃおっかな、おじさん。まあ言うて多分描かなくなるんだろうな。今本当にやりたいこといろいろあってさ、ゲームとかもそうだし、いろんなね、ことにチャレンジしてる時代なので、私。こんな可愛い絵を描けるのに、半年近く描かなかったなんて人類の、いかれく。本当にね、やばいよね。俺もね、このカオルちゃん描いてて思ったけど、俺絵うめえなって思ったんだよね。え、こんな俺可愛い絵描けたっけみたいな。あれ超絵うまい。俺すこ、自分のことが好きになりました。一段と自画自賛。一段と自分のことが好きになりました。眉毛ちょっと茶色寄りなんだよな、カオルちゃん。眉毛のレイヤー、眉毛ちょっと茶色寄りね。茶色ってどうやってつくんだろうな。もうちょいこれぐらいかな。茶色むずー。こんなもんかな。ああ、カオルちゃん、いや、なんかちょっと、こんな色じゃなくない？こんな色かな。赤っぽいよな。もうちょい。カオルちゃん、かわいいよね。ほんとに。すげえ好きなんだ、俺。竜崎かおるちゃんっていう子なんですよ。アルトロマスターシンデレラガールズ、もし知らない方がいらっしゃいましたら、明日お誕生日なので祝ってあげてください。んで、まあ、とりあえずこんなもんか。ちょっとごめんね、鼻鼻炎だからさ。鼻炎、鼻炎だから。何色、まあオレンジだよな。オレンジだよな、これな。あ、オレンジだわ。ちょっと待って、オレンジだから。オレンジか。オレンジか。オレンジはむずいんだよな。基本的に赤が苦手なんで、色がわかんないんですよね、オレンジっていう。髪と違うオレンジにしなきゃいけないのがまたむずいね。オレンジといえど。毎日まんちょ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 、なんだ、流出してた、やばい。流出発見しました。この流出どうすっかな。あ、てか俺リボン書いてねえじゃん、背中のリボン。てか帯の後ろっ側書き忘れてた。チュンチュ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 、じゃんじゃらじゃ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 うん、難しいんですよね、絵描くのって。とっ
でも。たまに流出してしまうのは、枠でしっかり囲めてないのでは。いや、そうだよ。囲まねがち。適当に、ザッて線が引いちゃうから。流出しちゃうんだよね。ちゃんとね、あれしないと。痛肘。え、こんな肘痛かったっけ？絵描いてるとき。ちゃんとやってあげないといけないんですよね。流出を。ウイルスバスター使わないと流出しちゃうんで。帯何色？カオルちゃん。帯何色ですか？黄色？黄色っぽくない？帯は黄色？黄色よりの？黄色よりかな？いや、もうちょい明るかったな。もうちょい寄ってた。あーん、これぐらいかも。こんな黄色かったか？心配になってきた。すげえ眠いな。困るぐらい眠いよね。ただ今日の0時までにカオルちゃんのお誕生日イラストを描かなければならんのです。私はカオルちゃんが大好きなので、描かしてくれ。ああ、カオルちゃんの私です。これだけ言いたかったで。水曜149のカオルちゃん回だと。いや、読んでないんだよね俺。読まないといけねえんだ。 U149 のカオルちゃん回絶対に読まねえといけねえんだ。うん、こんな感じかな。靴何色？靴なんか白っぽいよね。すごい塩梅です。白っぽい。カオルちゃんで前もやってたよね。でもU149 のカオルちゃん書いて、なんかレイヤーの名前分けんの？この声でやりたいな。このレイヤー紙、このレイヤー靴。キーボードまで手を伸ばすのがめんどくせんだよな。このレイヤー足描けるの羨ましい。いや、描けてない。ぐちゃぐちゃ足だけ。俺今日足描くのだけで、さっき昼間もあの配信してたんだけど、足描くので3時間かかった。下半身に3時間かかった。上半身は割とすぐ書き終わったんだけど、下半身書くのに、家のアレクサとかシリが反応して下半身書くのに3時間かかった。マジで絶望した俺は。超大変だった。しっくりきたかと言われたら何とも言えないしな。カオルちゃん目黄色いんだよね確かね。いや、目だけは色間違えないにしよう。怒られそう。まあそうだね、黄色寄りのオレンジといったところが。お、嵐が来てくれました。今日も今日とて。ありがとうございます。たくさんコメントをして笑ってください。よろしゅう頼ます。ぴょっぴょっ。うん、いいね。目爆笑やで。爆笑だな。ありがとう。爆笑してくれてありがとう。愛してくれてありがとう。背景色塗ろう。これ何？あ、つまぐろ横ばいの色か。青とかでいいか。カオルちゃんに青は多分来ないでしょ。あーランダララスダッズン。
よし。ごきげんよう。うぅ、流出してる。してねえや。俺が単に外側をタッチしただけだった。ふぅ。頑張るぞ。あ、目薬します。俺目薬すげえ苦手なんだけど、怖い。なんか落ちてくる瞬間わかる？みんな。しみるぜ。すげえ怖い。落ちてくる瞬間、目薬が目に。だってもし目薬が槍だったら、俺の目がつんざかれてるところだよ。恐ろしない？そう考えたら。恐ろしわー。怖っ。音楽聴こう。デレ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 。続いて、ふぅー。別にいいんじゃないですかね。だってイエーイ。槍だったらそれを指で持ってる握力が怖い。でも槍の可能性もあるからね。目薬じゃなくて、それが槍の可能性も。私は渡して、たわしは流して、とマイウェイが重なって、口ん中、口ん中って何色？こんな感じ？いやー、こんな。こんな感じか、こんな感じか。こっちの方がいいかな。歯も描くとちょっとなんか嫌だね。よし、大体の色は置けたかな。大まかな色は。あー、そっか、ここだ。
あなたの悩みはどういう系？物件？オッケー？オッケー？あーどうしよっかな。駆けつけんの超苦手。黄色と茶色。ドゥドゥドゥ。真ん中が結構、真ん中じゃねえ、血が結構黄色。永楽とか1万年と2000年振りちゃん。1万年と2000年前から愛してる。8000年過ぎた頃からも男恋しくなった。1億と2000年経っても愛してる。君を知ったその日から僕の記憶に音楽は絶えない。 No No まあ明日カオルちゃんの誕生日なんでね、さすがにお誕生日を祝ってやれねえようなやつはカオルちゃんのことを好きっていう資格はねえかなと思いました。酒井小さく前なら、チュペテペウレテトチョピリペロペテスティパンチュートパンチピラの扉。これ赤？茶色？ちゃんと茶色だかな？心配だな。茶色と赤の違い分かんないから心配だよ。トゥ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 フフフフ。ふわ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 。どんな塗り方にしよっかな。まだ安定してないんだよな自分の塗りが。どんな塗りにしよっかな。ふふ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 。ふふふふふふ。まあ一回やってみるか。とりあえずエクソかわいいじゃん。やば、嬉しい。まあ、同じ色入れてもいいけど、加減に。
テテ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 。私のとっておきの恋バナを。サプライズ川口さん、こんばんは。こんばんは。なぜあげについ出すラストオリー。トゥル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 トゥ。どうしろと。どうしろおと。あーなるほど、そういう影のつけ方もありか。だけにしかない。おい、ダメか。パワプロやりながら川口の配信見てもいいですか？いいよ。あれ？どうなってんの？パワプロ面白い？俺もなんかパワプロすげえなんか面白そうだなと思って。なってた。恋が大成功、恋が大成功。ギャルゲー要素が思ってるギャルゲー要ギャルゲーっぽかったな。川口の100倍面白い。おい？おかしいな。まあ俺めちゃめちゃ面白いからな。相当面白いってことか。つまり。ツンダツンダツンダツダンツンダンダンツンダ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 ツン。俺めっちゃめちゃ面白いから多分そういうことやね。すんげえ面白いってことだね多分。チャカチャカチャチャ。この放送が面白の頂点なのにどういうことなんだろう。まあ比喩じゃない、比喩。それぐらい面白いよっていう。そういうことだと思う多分。
最近ずっと枠タイトルに女王の城って書かなくなったよね。書いた方がいい。あれあったら来るかな。まあなんかアルツイストが初見来てた気がするよね。最近もうほぼ来ないから初見が。鼻水垂れてくる。怖っ。ちゃっちゃん。ちゃっちゃっちゃん。次、肌の色。肌ってこれ？
トントントン。どっから光、右左上か、左上からバーって当たってるとして、こんな感じか。指下手だな。おじさん再び。どうも。ちょっと影薄い。そういやエアコン届いたの。いやまだ明日。明日何時どうか分かんねえのが困りどころ。いっぱい寝たくても寝れん。時変えてサンシャインで今すぐ。ねえキッド、ステイギブなの。どういうこと？がそういう風に聞こえるって昔ちょっと話題になった。あーネイキッドステイギブナウ、ちょっとね面白いやるじゃん。ネイキッドステイギブナウ、外国人が来たわと思った。急にたまに急に外国人現れるんだよね、 YouTube ライブとかしてると。I don't speak English. 矛盾した英文を言わなきゃいけなくなる。デレッデン、メフェスデン、素敵な、ポチャンペン、ワーチルノ。
デケデケドゥン、デケデケデン。通ってきたい。ねえきっと素敵な夜道を絶望超ネミ。もしもあなたがなれたら、CD の歌い方よりゲームの歌い方の方が好き。マジか。俺じゃん。つまり俺のことが好きってことじゃん。実はゲームは俺が歌ってんだよね。3人の代わりに。みんなには黙ってて申し訳ねえなと思ったけど。じゃあ間違えたわずきじゃなかった。おい、間違えるな。ジジーン。なんかつまぐる大横ばいがあれみたいな P ヘッドに見えてきたね。バナナムシ P のあれするか、漫画描くか。眠くなってきた。誕生日って今日
明日、まあだから最悪今日は寝ていい説もあるけど、たまには0時更新もしたいなっていう俺の欲がありまして、ここどうなってんだ。あ、そういうことか。理解したぞ。イケボはこつ。どうもこんにちは、イケボ配信者の川口です。よろしくお願いいたします。まあ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 、青い誰近くにあっても、トゥ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 、こんな感じか。ここの影わかんねえな。パパ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 、
めちゃめちゃ鼻水が止まらない。鼻水が止まらない。どうしたらいいかわからない。眠、やば。うわぁ、サマカニだ。強制的に原価出る。原価じゃねえや、元気出る。ドゥッチャンツルツツツツツ、バリバリちゃんつるつつつつつ。おいえい、すごソーシャルディスタンお絵かき配信って久しぶりのイメージ。え、超久しぶりだよ。この間やったか。やべね、海、超眠い。誕生日休まない。あ、うん、カオルちゃんはね。テテ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 テ。俺は4月15日で。俺に誕生日プレゼントを買ってない人は今すぐに買おう。なんかあれがあればな、覚醒するタイミングがあれば一気に眠気飛ぶんだけどな。早く来てくんねえかな、覚醒のタイミング。KMD。
こう。チュッチュ。緊急集合。作戦会議です。頑張って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 出たから会いたいな一緒にあの人かわいい。ありがとう。この影って違うな。アイマス最高。アイマス最高。右下も可愛い。右下は小梅ちゃん。え？ちっちゃい小梅ちゃんね。え、ここの影どうなんだろう。全然わからん、うん、全然わからん。あの子になれない。パスデルチ行く。ウィーがいいよね、やっぱり。ここどうすっかなマジで。全然どうしたらいいかわからん。ここは影が多分落ちるとは思うんだけど、案外落ちないか。なんかしっくりこねえんだよな。なんかしっくりこないな。おう、アイドルマスター、アイドルマスター、大きな事故はした。自分
こうなった時に考えて、針がこっち当たってる。アミにリーダーを頼むなんてなかなか分かってねえ。アミ、絶対みんなをブラジルに連れてく。くしゃみでない、くそ、ムカつく。靴のレイヤーどれかわからん。靴のレイヤーあった。眉毛だ。これだ。まだもんげおうおう
おう。最後はこれを 3D に残してフィギュア化しよう。そうするか。それはあり。俺もフィギュア原型師になろうかなって思ってたしね、ちょうど。ちょうどフィギュアの原型師になろうかな。デジタル原型だったら、まあできないことないかなって思ってたし。最初は自分のやつだな。そうだね。でどんどん公式から呼ばれるようになって、あの2ちゃんでずっとアズニャンのフィギュア作ってた人が最終的に公式原型師になったのと同じで、すごいよね。でもね、あの人のはマジで感動して、感動したわ。知ってる？みんなすごい昔に。そんな人いるのか。そうそうそう、ずっと軽音のフィギュア、なんか最初なんかフィギュア作ってみたみたいなスレッド立てて、あったな。わら、しかも公式のやつめっちゃ可愛いという。そう、超クオリティ高い。すげえな。なんかクソみたいな、本当になんか泥人形みたいな、最初初めて作ってみたみたいなやつで、でもなんか1年ぐらいずっとスレ立ってて、今日も作ってみたみたいな。で最終的にバカ上手くなって超可愛いフィギュア作ってんの。で最終的に公式がに呼ばれるっていう、公式の限定フィギュア作るようになるっていう、愛が勝った瞬間って感じ。いやでも最初の時点でそこそこすごかったような気がする。そうだったっけ、なんかちょっと泥人形みたいな感じじゃなかったっけ。
あー、間違えたらいいや。くそ。目の中に補色入れたりしたくない？意味もなく。フィギュアニートさんって人が出てきた。あ、そうそう、その人、その人すげえよマジで。これレイヤー違う？うわ、俺レイヤー間違えた、最悪。まあいっか。レイヤー分けたつもりだったんだけどな。超かわいいアズニャンのフィギュアとか作ってる。なんか多分まとめられてるから、その流れが上手くなっていく過程が、あれマジ感動するから見るべき。すげーってなる。公式のやつすげえな。超かわいいよね。アダルト、ウハン、ゴーゴー、レッツゴー、アダルト。
口ってどのレイヤー？結構上の方かな。眉毛、これ口ってどのレイヤーだ。眉毛、これ違う、これだ、見つけた。かわいいな。かわいいよ。世界一かわいいよ。ちゃうか、むずいな。チーク、いや、チーク、オレンジのがいいな。カオルちゃんだし、赤寄りのオレンジ。サイド高め、どう？カオルちゃんだしね。いいじゃん。いいよね。花盛りウィークエンファンタスティックナイト髪の毛のレイヤーどれ？これか。夏コーナー溜まって今やったっけ？ないないない。ライパレあたりできそうなイメージ。いや、来てほしいよね、早くね。
うん、かわいい。ハイライト入れるか。オレンジ味のある、いやー分かりづれよ。こんな晴れた日はこもれないよ、言い訳でしょ、ゴー、ノーノージャン。よし、あ、髪の毛のハイライト入れてね。あぶね、気づいちゃった気づいちゃった。これ違う、髪の毛のレイヤーってどれ、これか。ボディミスト。
よし、あとはあ、クソかわいいや。よう。トゥ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 。君に目の形が違うような気もする夜のオレンジ色。人波が明るすぎるか。で ラジオから流れるメロディていい、そばにいるだけでいい。眉毛の影ってなんだ。
来たら壊れるくらいに抱きしめて、ウーバーマスター、ディ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  あとひまわりをたくさん、ひまわりをたくさんか、大変だな。花で こっちの目でかい？気持ち、気持ちでかい気がしなくもないけど、どうなんだろう。ちょっとでかいな。Come again!
よし、あとは頑張ってひまわりを服に落とし込むか。どうすりゃいいんだ。ないかな、ひまわりのテクスチャー。難しいそうね。なんかなかった？画像素材ひまわり、お花、コスモス、ひまわり。あ、全然角度が違う。ひまわりならある。色付きのひまわりないかな。あ、ひまわりある。一応これでよくない？これどうしたら使えるの？使いたいんだけど、ひまわりねえ、君も。これをこっち持ち込めるよ。ダメじゃん。あ、そういうこと？気持ちいい。色がついてればなよかったんだけどな。でもこれをいっぱい作って、色いろいろ変えて、ひまわりこれだけ？あと違う角度のひまわりか。ほう、面白い。これひまわり1とひまわり2の違いは何？一緒じゃない？これとこれの違いが分かりません、先生。へえ、オッケー。これでこのひまわりをひまわり色に塗って、ほらぽいもんね。ひまわり色に塗ったやつと、な、3個ぐらいあるね。線だけのひまわり、じゃあ線だけのひまわりいくつか配置しよっか。こいつをまあこんな感じで、コピーして貼り付け、はい、でちっちゃくしたりして大きくしたりしようか。でバレねえようにちょっとだけ回転したりして、でもう一回出して、まあ3つぐらいか。でこの3つをぐいーっと、ここに持っていきまして、うい、で全員スクリーンかなんかにするのかな。白いとこは白いままなの？そんなダメ。うわ、白、あ、これ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 、あー、ちょっと違うな。色変えたいのにな。これしかないのかな。全員合致して、いろいろ編集、線の色、あ、これでいいんじゃない？あ、全部消えちゃった。
ダメだ。色調補正かな。そしたら、これグレーだから無理なのか。カラーにすればいいんだ。これで線色調補正、どれでやったらいいんだろう。チュッタプスタンチュッペドゥペラルタトゥタボベーバーペペンチャペラトゥンチョウチュッ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 そういうの、そういうの。で、はみ出てるところを消します。いいじゃん。ドゥ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 で、あと普通のひまわりの色してるやつを、こいつをまず、こいつを普通のレイヤーにして変換して、これでこいつを結構派手なひまわりの色にして、ドゥ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 サード幕張見て、ミリオンサード幕張、この曲聴くたびに見たくなるわ。うん、ここいらない？もしかして。いりそうだな。ドゥ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 なかなか大変な着物じゃねえや、浴衣着るね、カオルちゃんも。でも今回かなり可愛く描けたから、しっかりちゃんとしてあげたいよね、服も。手抜きじゃなくて。今何時？9時。もう9時。今日何時間絵描いてんだ俺は。
ニリリリン、ニリリリン、ニリリリリリリン、ニリリリン、ニリリリン、ニリリリリリリン。Good morning。よし。で、真ん中が、多分、茶色。こんな感じ？これ茶色みんな？これマジで色弱だから色わかんねえ。終わった。あ、気持ち悪いな、この真ん中。モコモコモコ。こんなもんでしょ、多分。できるわけじゃないけれど。茶色だね。茶色、オッケー。絶対、絶対、絶対、ありがとう。でっけえでっけえ。あれが強いな。ガが強いな。これぐらいか。今は小さいけど。で、V。なんか、ガが強いな。
もうちょい、ね、溶け込んでるよな。こんな感じか。うん、どう？変じゃない？よし、できた。ほぼ。背景はどうしよっかな。手が気になんな。なんか適当だな、こっちの手。手が上手じゃない。めっちゃ鼻垂れてくる今日。なんだこれ。鼻垂れ小僧川口。今頃を横ばい消さないと。チュルチュ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 。背景は四角いオレンジかな。チュワチュワチュチュ。チュ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 。30回。書けばいいのか。長方形塗り。でだ。ハッピバの文字を入れよう。トゥルイ。ベストデイ。
バースデーってどういう字？ B I R D H。デイって大文字？デイ。ダイスです。どれだったっけな、これか、これだ。カオルおじこ、どうも。カオルリュウザキ、もう完成なのに可愛いじゃんか。でしょ。完成。まあ、ほぼほぼ。これ右下でちょっとやっとくか。そしたらこっちの文字ダセーな。この文字クソダサいから変えます。バレバレ。お、だいぶ進みましたね。めっちゃ進んだ。
バスデーになってない。ほんとだ、危ねえ。よく気づいた、えらい。あれ BRTH えらい、よく気づいた。足で見えないだけやから。まあそうそう、足で見えなかっただけの可能性が高い。どうしようかな。7っぽいな。なんかダセーな。ちゃ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 、なんかダセーな。ちゃちゃちゃ、はい、ファッション、なんかダサいな。もっといける気はする。これ一応上に持ってくるとか、ああ、それじゃぐちゃぐちゃってなっちゃうね。いや、まあいいか、ダサくて。いやー、なんかもっとできる気がすんなー。デザインのセンスねえからなー。デザイナーがいれば。ちょ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 、ちょちょちょ、全部ね叶えちゃおう、その胸にたくさんのハッピー感じてくれるかな。 Oh like orange sapphire passion、
オレンジサファイアパッション。あお、よし、こんなもんかな、こんなもんでしょ多分。アンキラ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 アンキモ。はいはいはい、どうですか皆さん、できました。アンカはあんま食ったことないわ。俺アンキモ食ったことないと思う。完成です。苦節8時間ぐらい。かわいいぞこれは。かわいいよな。糸かわいいし。お疲れ様でございました。できました。超かいた。もうがっつりがっつり時間かかりましたね、思っていた以上に。いやーすごいやったわ。はあ、できた。かわいい。え、めっちゃかわいくない？めっちゃかわいくない？これこっち奥の手ちょっと気になるけど、もう色塗っちゃったからな。見なかったことにしてくれ。こっちの手は、いやこっちの手気になるな。こっちの手気になる。まあいいでしょ。色変じゃない？今回スポイト縛りしてたんだけど。スポイト縛りしてたんですけど、色変じゃないですか？ちゃんと夏っ子温度の衣装に見えますか？あ、もっといっぱいだな。色いいと思うよ。色いい？変じゃない？スポイト縛り、俺の目で描きました。今回はカオルちゃんのために、カオルちゃんへの愛で。まあ、目っつってもカラーサークル見せたけどな。カラーサークル縛りだったら終わり。今更どうにもならんと思うけど、髪色もうちょい赤よりかも。いやもうどうしようもない、無理、諦めてくれ。でもわかるでしょ、カオルちゃん的でしょ、オレンジ色。まあ淡めだよね全体的に、多分色味が、色味淡め。しゃあない。アンキラーアンキラー。なんかそしたらハッピーバースデーも斜めなの気持ち悪いな。あ、ま、斜めした方がいいかな。浴衣がし派手派手じゃない色の方がそれっぽくてよくて。こいつ斜めにするのやめるか。
隠れちゃうんだよな。ちょっとなんかレイアウトもハッピーバースデーいらない？いらない説あるな。ハッピーバースでいらない説はあるな。ちょっと今日鼻水なんで。明日エアコンでも鼻水いっぱい出たらどうしよう。何の意味もねえよな。鼻変えよう。鼻変えるか。ポコ。めっちゃイケメンの鼻にするわ。いいか、これで。こっちがシンプルでいい気がする。2020-0720。こういうのが分かりやすいよな、多分。いや、でもなんか誕生日おめでとうみたいな書いてあげたいな。ハッピーバースデー。お前も一番上の例行くかい？いやー、なんかな。俺の字が汚いっていうのが一番の問題かもしれないけど。いらねえか。虹になれ、いい曲だな。いい曲だよね。いや、いらない気もしてきたな。消すか。いや、でもハッピーバースデーって言ってあげたいな。まあ、ツイートで言うから、ツイートで言う。ツイあ、あ、あーあ、ツイートで言うからいいか。そしたらこうだな。龍ザキがちょっとキモいな、なんかな。ちょ、カオル龍ザキ書き直すか。
の夜ちょっと物足りないから なんか奥に行くにつれてちょっとこうなってる気がする。気のせいか？絶対気のせいじゃないと思うけど。やっぱ入んね。終わった。カオル。ユーザーパッシュワンパッシュワン。もうちょい太い方がよかったかな。文字さっきのがよかったな。書き直し。あんま変わんねえか。なんか細い気がするな。もうちょい太くしよっか。やっぱりむずー。あなたと二人カオル。
ビュー。はいね、はいね。よし、できた、やった、完成、おめでとう。俺よく頑張った、かわいい、とってもかわいいと思います。できました。いやー大変だった。パチパチパチ、ちょっとまだできてないわ、嘘ついた。気になるとこある。お疲れじゃん、お疲れじゃん。よし、できた。いやー可愛いのでは、これ久しぶりにめちゃめちゃ可愛いの描けたのでは。ここ1年で最高傑作では、マジで。ここ1年での最高傑作ができたかもしれません、皆さん。おかげさまで。ありがとうございます。なんだ、いいロボタン。イエーイ。イエーイ。超疲れた。超疲れた。お疲れ、俺。みんなもありがとう。付き合ってくれて。ふぅ。クソかわいい。あざっす。クソほど可愛く描けました、おかげさまで。以上。あとは0時になるのを待つのみ。これは2億万リツイートぐらいいくんじゃない？マジで。この可愛さは。この可愛さは2億万リツイートいくでしょ、絶対。まあ、もう眠いから寝ようかな。あ、でも今日2時からマンチェスターユナイテッドの試合があるんだよな。見ようかな。まあ、とりあえず今何時よ。10時か、ちょうど。あれ、そろそろさ、ミリオンのさ、あれ来るんじゃなかった？校長眉いいの。好調そうなんで、めっちゃ好調なんだユナイテッド。マジたまんねたまんね。あ、10時半だって。10時半だってさ。そう、ユナイテッドマジ強いから楽しみなんだよな。楽しみ。まあ、今日はね、ちょっとね、リーグ戦じゃないから、どうなん、本気のマイユナイテッドが来るかどうか分かんないんだけど、ただちょっと今、ユナイテッドの試合全部面白いから、見たいなって思ってるんだけど、今日0時から、その、ユナイテッドが戦う予定のレスターっていうチームが、どうだっけな、チェルシーだったかな、とやるんだよね。で、そこでレスターが負けてくれれば、ユナイテッドが、あれに。トッテナムらしい。トッテナムだ、トッテナム、そう、トッテナムだ。
そう、トッテナムとレスターが戦って、レスターが負けてくれれば、負けてくれればっていうのは失礼だけど、レスターが負ければ、ユナイテッドがチャンピオンズリーグ行ける確率が上がる。だから俺は0時からの試合も見たい、正直。0時からの試合も見たいので、チェルシー戦なんだね。そう、今日はその FA カップっていう、なんか、トーナメント、どっかしらのトーナメントがチェルシー対、ユナイテッドなんだけど、ただターンオーバーで、その FA カップは休憩に当てて、リーグ戦に、プレミアのリーグ戦に当ててくるんじゃないかなっていう気もするんだよね。もうみんなバテバテだから多分。いや、どうなんだろうな。でも FA カップも準決勝だからね、今日あるやつは。わからん。サッカーの話してもね、食いつける人が少ないということで。ちょっと鼻いっぱい吸ってごめんね。よし、じゃあとりあえず一旦休憩。以上、ご視聴ありがとうございました。またね、0時になったらアップロードするんで、よかったら皆さん、ラブリツください。マユ見た後マジョルカだよね。マジョルカもやんの？もうマジョルカ降格決定しちゃったからな。お疲れ様でした。ありがとうございました。0時になったらあげますので、ラブリツください。お願いします。それではまたお会いいたしましょう。もうすぐあげたいわ、すぐ楽しみ。おつです。